にちは。おはようございます。おはようございます。随商店。はい。今日、ね、やってます。はい、10月1日今日まで。あ、今日まで。今日までです。はい、村正彦先生が来て。あのレジェンド。レジェンドの。で木を見てくれるそうなんで、はい、高木さんが持ってきました、はい、心拍心拍持ってきました。できました。めちゃめちゃなかなかないですよね。ない。普通に盆栽やってて多分 見てもらうことってなかなかないですよね。ない。いや本当にいい機会もあるし、はい、そもそも随所って何みたいなとこもあるじゃない。あ、そうですね。まあ五葉松の品種の一つだと思うんですけど、はい、なんかちょっと特殊なのでその辺も聞いていきましょう。そうですね、はい、すごい葉性があれですよね。葉性が良くて成長が早い的な。お、そうなんですか。そう、成長が早い。まあ普通の五葉松と比べてじゃね。ああ、そういうことか、はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。こんにちは。あ、こんにちは。お城に随所並んでるんですけども、随所愛好会の実行委員長の山口さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。そもそもまず随所って何ってところから、はい、多分視聴者の人分からないと思うので教えていただければと思うんですけども。名前は随所という木になってるんですけど、はい、五葉松なんですよね。五葉松で、この名前の由来は、まあ、岡崎の鈴木彩一さんという方が、これすごい盆栽家なんですけど、その今までにこういう木は見たことないというので、すごいその大事にされて、まだ自分の手元にないうちからあの木に随所という名前を付けようというのを掘ったんです。だんだん浸透して随所といえばあの葉を見れば分かるような、そういうもう時代になってきたんですよね。でなかなかまあ初心者の方だと、例えばココノイだとか他のものが並んでた時に見分けができない人結構いるんですよ。でそれがまあ見分けができるようになれば、結構やっぱり随所という木が分かってきたっていうことでしょうね。アマチュアの人だとなかなかそこね、これも随所ですかっていう人も結構いるんですよね。結構やっぱり葉性のいいものがいろいろありますから、そんな中で見分けはどこでするのって言うと、やっぱり葉と芽なんですね。葉と芽。え、芽、芽先。はいはい。もうココノイの場合には完全に芽が割れちゃうんですよ。でこの木はもう先がパッと尖ってるんですね、芽が。ええ、でそこで判断ができます。なるほど。まあ、大体特徴は そこらでしょうね。随所だとなんか成長が早いみたいなお話を聞いたことあるんですけど、ええ、これ早いんですか。もう未だに他のものをこれを抜くような木はないでしょうね。成長の速さ。ええ、やっぱ五葉松の中でってことですよね。そうです。まあ盆栽を含めてじゃないですか。ああ、ええ、なるほど。ええ、でまだあの70年経ってないですから。あ、ここにあるんですか。ここにある木は、まあ、うちの、 あの直感が一番古くて、はいはい、67歳ですから。あ、そうなんですか。6月の23日生まれなんですよ、昭和30年の。でまあ私よりだから15年も若いんですけどね。ですけどあの木を見て想像でですよ、どのぐらい経ってんでしょうねって言ったら、100年はって普通答えるんでしょうね。答えますよね。ええ、だから非常に盆栽としてここが欠点っていうところがないんですよ。あ、非常にその育て方によって面白いんですよね。自分の生きてるうちに完成形まで持っていける木ってことですもんね。だから年齢に応じて。そうですよね、ええ、若い人が始める、ええ、もう我々の年になってこのやつで完成度って言ったってなかなかこれは200ぐらいいけれないと無理ですけど、はいはいはい、私はね30歳からまあ本格的にこの盆栽この図書会に入ったんですけど、先どのぐらいでこの木が飾れるかっていつも思ってましたけどね。で他のもの散々やったんですよ、はい、ありとあらゆるものがあったんですけど、そんな中からまあ、私を育ててくれた小林さんという人が、随所がまず一番いいだろうと。なぜかといえば黒松の短波法を考えたあの本場の鈴木彩一さん、はい、岡崎のね、はい、この方が黒松を息子さんの俊則さんという息子さんに譲って鈴木随所庵って名乗ったんですよ。これは普通じゃないよと、これは絶対いいんじゃないのって言われたのが、まあ、私の出発だったんですね。もう黒松から随所に乗り換わるぐらいの魅力があったってこと。もちろんです。ってことですよね。黒松だけじゃなくて他の五葉松、その八つ房全体ですよ。なるほど。あと随所で気になるところで言うと、挿し木ができるっていうことを聞いてますが、繁殖が一番だから他のものと比べて、はい、同じ木の繁殖ができるということですよね、うんうん、これがすごい魅力だね。そうですよね、うん、五葉松ってなかなか挿し木ってね、たまに成功するの見ますけどほとんどできないじゃないですか。そうですね。その随所だからできるってことですもんね。
だからそれも岡崎の鈴木さんという人が経験されたんです、その繁殖もまず枝に取り木を仕掛けて、で呼びすぎを枝にして失敗するといけないんで、呼びすぎを根っこをしておきながら取り木をかけてみたら、そこにぞっくり蓮が出たんですよ。それがまあ有名な龍鳳っていう木だったんですけどね。それがまあ、これは取り木が効くぞというもう自信ですよね。だから今度愛好家がその一目目を買って、御用松のてっぺんに天継ぎして、それを大きくして取り木をするのすごく流行ったんだ、で、今度岡崎の鈴木さんという人は自分一人でいいものを持ってても広がらないというので、業者の人に点々とその挿し木の木、取り木の木を譲って、またそこで増やしてもらって全国に広がったんですよね。あともう一個気になるのが、随所って普通の盆栽屋さんじゃあんまり売ってないじゃないですか。どうやって手に入れればいいのかな。もうそれはもう随所愛好会が一番いいですよね。愛好会、はい、愛好会に入って、それで愛好会にあるわけじゃなくて、愛好会の人数がたくさんいて、その中にやってる人にこういう気ないかなと。で、業をしてるわけじゃないんだよね、愛好会は、みんないいものを作ろうとしてるから、みんなね切磋琢磨してるんですよね、でそこで出会った、これ譲ってくんないかなっていうのが必ず出てくるんですよね。なるほど。ちょっと最後に随所ってこれからどういう風になっていくことが理想的なのかなっていう、もっと認知された方がいいのか、それとも、いいものを作っていくっていう組織がこうあれば大丈夫っていうことなのか、その愛好会の中での目標みたいなものってあるのかな。いや、会ではまだねそういう具体的なことはないんですけど、私個人としては、やっぱりさっきの木村先生が私と初めて出会った時にね、随所も山口さん御用松ですから、御用松らしく作りましょうよって言われたのが最初だったんですよ。その時代が今になってやっときましたね。古い木になるといかに葉数とか芽数を減らして、古い御用松に見れるようにできるか、しかも元気でね、これが目標ですよね。だからまずその育てることにそのすごく興味を持ってもらうのが非常に随所じゃなくても役立つんですよ。盆栽全般でそのいいものを買うんじゃなくして、いいものを作ろうとする気持ちだよね、その途中経過で、これだったら俺の時代にすごく面白いものができるんじゃないかって必ず出会いがあるんですよね、そういうのが大事じゃないでしょうかね。貴重な話ありがとうございます。いやいやいや、とんでもない。役に立ったことか分かりませんけど、ね、いやいやいや、どうでした、お話をお聞きして。いやすごいすごいいい話を。でもやっぱ作りたいっていうのがやっぱいいですね。なんか持ってるじゃないですか。持つ、随所、あれもこうなる、こうなるんですからね。なる、さっきの育てることにね目を向けてやるというのは年を忘れちゃうんですよ。今年のねこの作というのは芽が出始める4月から6月でも決まっちゃうんですよ、この随所の場合に。でそこで色だとか芽の長さだとかいろいろなものが決まると、もう来年のことを考えるんですね。あ、なるほど。来年はこれいいかなと思って、来年、再来年のことばっかり考えてるから、50から70ぐらいがスピードがものすごく速い。でもスピード速いってことは、その分やっぱ楽しんでるってことだと思いますよね。そうなんです。だからまずその楽しみを持てなくちゃ。そうですね。非常に盆栽そのものに低迷ってのはよくあるけど、そういうことを知らずにやってる人もうんと多いんですよ。なるほど。ただお金で、業者さんにお金をつぎ込んで年を取っちゃったし、何かやにも大変だしって言って、そういうとこを聞くと若手の人もついやっぱり大きいもの嫌になっちゃうよね。そうですね、だからそういう経過を自分でまだもうちょっとこれ先がどうだろうなと思うと、なかなかこれはね手放せない。で例えばこの今のここに中心の木がありますけど、これが今この大きさでちょうどいい大きさですけど、じゃあこれを15年、20年、30年先はどうなるかって想像なかなかできないでしょ。だからいつもこれ先読みしてないと息できないんですよ。それは育てることをやってる人じゃないと、真の面白さが分かんない。だから仲間にはいつもそれですね、ワクワク感。でもやっぱ常に未来のことを考えるって言葉としてもいいですもんね、やっぱり。そうですよ。素晴らしいです。いやいや、ありがとうございます。素晴らしい方が分かんないけど。これがその山口さんがさっきおっしゃった岡崎の鈴木彩一さんですね。それが藤崎さんかな。これ藤崎山口さんの随所を見つけた方ですね、横浜の。この方が見つけた一本の木からここまで広がったんですね。そうです、そうです。盆栽界の最高の人たちが目をつけたんですよ。つけていくんですね。この方あれでしたっけ、藤崎山口さんって、あの盆栽界にその針金かけ、針金を初めてかけた人。すごい。すごい。今は木村さんですけど、当時は藤崎さんという人が名人だったんだね。
この方もやっぱり当時の神様のような方、そうだね、黒松の目切りを、ああ目切りを初めて明け先生ですね。それで今あの木村先生とそういう流れで来てるんで、そうだね、あの木村さんがね15年修行してあそこに開業してね、この木を何とかしてみようってやっぱり何本かの木を手掛けられたのがすごく大きいと思うんですよ。でその当時はまだ山口さん未知のもとだから難しいところたくさんあるよねと言いながらも、自分でどんどんね何をしたらこの木がいいかっていうのを考えられたんだよね、うん、広めたっていうことですね。広めたんだよね、はい、雄一郎さんです。はい、雄一郎さん、お願いしますこんにちは。さっきね山口さんが、はい、あのおっしゃってくれたこの目特徴的ですよね。ろうそく目ピンと、あ、そういうことなんですね。このろうそく目とベートウ目っていうその割れるっていうタイプがありますけど、はいはいはい、随所はもう全て火 の, あの力が強い弱いに関係なくもう全部こういうろうそく目になりますね。でまたこれ木によってその目の具合も変わってくるんですね。その刺し木でもどこの刺し目を取ったりとか、その随所の中でも章が違ったり、黒松の大木のものはその章をちょっと受け継いで目がちょっと強かったり歯がちょっと弱いですねとか、そんなんで随所の中でも結構いろいろ。なるほど。これはあの木村先生の作品ですね。あ、そうなんですでもこれ見てわかんないな伸びないとわかんないってことですかね。これはちょっと弱めですね。落ち着いてる石突きだし、あ、まあ、ただこれはわかりやすい。ちょっと丸っこいのもあったり、あの、まあ、細くてしっかり立ってるやつが、これなんか葉が長いですよね。そうです。でもこれはやっぱりそれだけの木の幹の太さで、それに合う葉の長さっていうので、まあ、手入れで葉の長さをコントロールしてる。随所葉性が全然違います。そうですね。でも水とかで葉はコントロールできるってこと。水だったり肥料でしたり、うん、あとは芽数だったり摘み、うん、したりでいろいろ変わってきます、うん、その木に合った、うん、でやっぱり随所店でこのなんだろう、すごく状態のいい木を持ってくれるってことが、まあ、会員としては喜びですよね、うん、あなたの場合をいいねとか随所さん木はどこにあるんですか。あ、私の木はうわ、あ、これか、すごいじゃないですか、衆議院議員賞。こういうのを、なんだろう、縁で持たせていただくと、これに見合った人間にならなきゃいけないよねっていうので、もう全然、全然ダメだから、もうなんかちょっとね、肩肘張らなきゃいけない気分にさせられますけど、やっぱりすごく会としても大事な木だし、変なことできないですよね。すごいの持ってんだちなみになんですけど、はい、でも会の中でこう譲り受けていくみたいな。そうですね、本当にそれはもう 縁ですよね。たまたま僕のところに来てくれた。いやでも僕は怖くて受け取れないそれね、本当あの師匠の山口さんとあと木村先生がこれ上野くん持ってなって言ってくれて、あの持たせてもらったっていうこともうあのそれ以降はもうね夜飲んで帰ってくるなんてことできなくなっちゃいましたね。ああでもそれに見合った人間になれるようになれるようになんかそういう部分ありますね。ちょっと人間として成長させてもらうために盆栽やってるみたいな。全然元々がダメなのであのこれだけの大きいものでこんだけの曲が残るっていうのは本当に難しいことなんですよね。だいたい曲つけててもこれだけ太るともう曲がなくなっていくんですよ、はい、まあ、あのただこれはもう最初に作られた方は本当に大きい曲をうまく想像して、うん、あの誘導してきてこれができたっていうので、まあ、ただ結構写真でこういうもよぎってなんか出るようなイメージあるじゃないですか、はい、まあ、実際作ろうとすると本当に難しいです。いいもよぎっていうのができて、だからちょっと奇跡みたいな一本だと思います。まあ、結論としては雄一郎さんもすごい人だったんだと。すごい全然全然僕は何でもないです。これ持てないですよこれなんですけど、こっちが昭和29年雑誌の、随所愛好会の中でも今親木の2本あるんですけど、それの1本相模富士っていう実行委員長の山口さんの木で、これですよ。これがこうなるとこれがこの木のこの枝を取ったものが
この木なんですけど、これがその鈴木細地さん。枝を取ったのがこの木。この木で、この木何かっていうとすごく有名な木なんですよ。これ劉邦っていう木で、作風展、プロの、展示ありますよね、それの第1回の、作風賞ですね。これまだあるんですよね。それのこれを親の、これがここがこうなったところですか。これは確かこの辺の枝を取ったのがこれですね。枝がこれになったんですか。そうそう。いやまあ、ね、意味がちょっとわからない。そんなことあるんですね。これ取引とかして、すぐなんですよ。だから培養この貝の中でどうやったら、大きく早く育てて、それもいい曲を残しながらっていうのはみんな切磋琢磨して、いろんな培養方法を考えて、畑を入れる人もいれば、いや畑よりむしろ素焼きの鉢で、水コントロールできた方がいいとか、いろいろ試されてますけど、僕もうまくいってるやつだったらこのぐらいの幹取り木して、平気で取れるんですね、で、こういうのがもう5年ぐらいでこのぐらいの太さ、信じられないですね。信じられない。逆に商品とかが少ないですよね。みんな大きくなるところを目標にしてやってるんで、そういうのを作って作れる方が出てきたら面白いんじゃないかな。なるほど。おかがさまはそれはね、商品を商品をというわけでなんかもうすごい圧倒されてっぱなしだったんですけど、すごいいいお話が聞けたなと思います。そうですね、水晶のことも皆さん知れたと思います。そうですね、この後は高木さんが木村先生に教えてもらう時間がありますので、楽しみ。でも水晶すごいですね。僕も水晶を手に入れたんで、こうなるったらいいなっていう希望が、夢が、ね、未来が持ちだって楽しかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、我々もその通過点ですから、次の人にバトンタッチするのにね、いろいろと知っていただきながら楽しんでもらう。今ちょうどその盆栽会そういう時期ですよ。なんとかしてそういうね、愛好家を増やして、日本のやっぱり文化ですから、日本にはああいうものがあるんだよっていうようなね、やり方いっぱいあるんですよ東京だって。例えばちょっと川口くらいのところで、空いてるようなこう何人かで借りてやるとか ね、 そ う、 ですね。そういうのを、政府みたいなところで発生してくれればもう一番いいんですよ。だって国を挙げてなんかやらなくちゃ、やっぱできないもんね、大きな国家には。どっかでそういうのをまたアピールしてくださいよ。僕もだからそういうことをちょっとやろうと思ってます。いいね、これから先いいね。いくらでも神奈川県まで来れば提供しますから、こっちはぜひお声掛けさせていただきます。いいと思いますよ。ありがとうございます。